こんにちは。前回撮影日7月31日から約1週間ですね、8日にあった相場に関連するニュース、そしてチャート的にはどう動くねんっていうのを形に、っていうのを聞ける動画があったらいいなを形にしました。はい、奈良星のパーフェクトアイ。ピカーン言えよピカーンを。今回はですね、前回までのあらすじ言いません。言いません。そしてチャートからやります。ね、チャートからやりましょうよ。で、一応ドル円と225だけと言われてたんですけれども、日経ね。他も一応やっていきたいなと思います。いや、いいです。さらっと、さらっと、10分以内に終わるようにするから。ほら、ダウ見てみ。もう、このね、上に上、一番上、最高値更新して、そこからですね、後で言いますけれども、やっぱり米中のごったごたありました、はい、FOMC もありましたけれども、ごったごたですね、基本的には。それで世界経済への減速がですね、懸念されて、ここまでドーン下がっていったってことです。はい、日足の MA200 を試すような展開になっておりますということですね、かなり下げましたね、はい。はい、これはここぐらいでいきましょう。ちなみにこれはもう僕はパーフェクト的中してますからね。あ、なんや、言いたかったけど。あの、みんなが三尊天井で、ここから暴落するとみんなが言ってた時に、僕はここからまあ一段上げて、はいはい、落としたい人にとって一段上げてから落としてくると。ああ、そうだね。暴落させてくるというふうにもうずっと言ってましたから、うんうん、証拠動画残ってますから、見ていただいて分かるように。あ、なるほど、なるほど。っていうふうにパーフェクトにやってました。的中しましたね。ビットコインの暴落も見事に当てましたからね。あ、そうですか。はい。じゃあここからどう敵中央って呼んでください。敵中央って敵中央って壁名しようかな。誰もわからんわ。何の敵中央やね。ね、はい、じゃあここからどう動くと予想されますか。教えない。なんでやろ。教えるコーナー、パーフェクトアイのコーナー。これ僕のコーナーじゃないし。何やねん、その心の狭さ。ほら見てよ、こっから大暴落に行くの、こっちに行くってこと、結局は。え、こっちにこうギュン、ギュインと行くってこと。みんながそう思ってたら行かないってことよ、だからいつも言ってよ。あ、じゃあもう一個上げていくってことだね。みんなが上げると思ったら行かないけどね。上げるとは思わんでしょ、この世界情勢で、ってことは上がるんですって。上がるんですって、うん、じゃあもう一回こう更新していくんですって。そうですって。井戸端会議みたいなって。じゃあこういうことですね、神尾さんの予想としては。一応投資家の 95% は負けてるってことはそういうことでしょ。あ、ほんまですね、うん、じゃあこういうふうにいくのかな、もしかしてね。今の世界情勢見てたら本当に、まあ、ビーチも凝ったことはしてるし、もう大変です。イランとも凝ったことはしてるし、ね、世界経済が良くなる兆しなんて一個もない。株高になるような兆しなんて一個もない、ヒンデンブルク方面も点灯しております。あ、はいはいはい、株安に突入するんじゃないかっていうようなことも言われてますが、それを裏切るような結果になるかもしれませんね。そこは頭に入れていきましょう。僕もですね、基本的にはこの MA200 で一回コーンと下げてますんで、ここから一回調整するような感じで、こっちの上ね、上のピンク色とか、ピンク色までいかんでもね、ここの赤の濃い色の水平線あたりまでは戻ってきてもおかしくないなぐらい思ってますよ。はい、はい、4分経ったけど。で、まあ、あの予想的には僕は全然外れてたんですけれども、このピンク色のラインをね、あのロスカットで行っときましょうねって言ったんで、そんなに痛くはなかったかなと思います、トレード的にはね。 6.5% 下げ、1700ドルぐらい下げたかな、一時今年最大のね、最大の下げです、令和最大の下げですよ。あ、日経で言ったらね、ドルも、ダウも平和になって最大の下げですか。まあ言わんかったけど、冒頭からめっちゃ噛んでるからな。から最近ひどいよ、どうした、こっから噛まないよ。 いや、もともと、まあ僕も全然人のこと言えないですけど、老いですかこれは。どうにか噛まなくなるようなものを教えてください。言いたいことと言ってることちゃうねん。あ、そうだ。それ困ったな。ダウって言ったんだけど、ドルって言ってます。言われたけど。これは多いですか。多い、怖い。もうすぐそうなんで。もうすぐない。
もうあっちゅう前ですね、はい、ここにたまたま RSI と Mac で表示してますけれども、めっちゃやるやんまあね、そういう、うん、コーナーですから、うん、まあちょっと売られすぎを示唆してますし、こちらの Mac D も、うん、ちょっと減退、この下落がですね、減退してることを示唆してますし、一回、まあ、おしめ戻りですね、戻りつけてもいいんじゃないかなというふうな状況じゃないかなと思っております。はい、225ですね、225も下げましたね、下げましたよこれ。こっからですね、31からショートって言ってたんですよ。ショートとしては良いポイントだと、なぜならこの上のねレジスタンスがあるからねっていう話してて、まあ、的中と、的中と言わせてて、かなりの的中ですよこれはね。あの4時間足、じゃあ1日、日足の雲、加減ぐらいまでは見れるんじゃないかって言ってたんですよ、ならもうそんなことはない、もうこの長い長いですねサポートラインを突き破っていきましたっていう話です。はい、まあ、だからね、この神尾 TV 一生懸命見てくださってる方もそのおかげで儲けましたっていうね、コメントもいっぱいいただいてます。いただいてます、ありがとうございます、はい、本当に、ね、実際はですね、だから2万割れていく局面もあったんですよね、ここでね。これは CFD の方です。 CFD って24時間動いてる方のところですね、一般的な日経平均では違う、またちょっと違うやつですね。こっちですね、日経平均としては、こっちでは2万割れそうな局面もあったっていう感じですね、で、この長い長い2012年から引いてるサポートラインにプスッと刺さって帰っていったという、はい、今そういう状況でございます。長期で見るとですね、今どういうところにいるかっていうと、まあこの2012年から僕フィボナッチリトレースメントを引いてるんですけれども、ここのね、こう伸ばしてった時に 23.6 の線ラインでですね、今どうしよっかな、上にもう一回戻ろうかな、こっちの 32.8 までのところに局面に行こうかなっていうようなところになってます。はい、はい、でこれをうまいことここに乗せれればですね、もう一回このサポートラインの中に入ってくるということなんで、はい、またこの2万台をずっと保てるような状態にはなると思うんですけれども、はい、実際はですね、僕一回割ってるんでね、ダラダラと下げてってもいいんじゃないかなというふうに思ってますね。売りどうかな結構下げたからな。でもこれで調整して戻すとしたらですね、もう一回上のフェーズに入っていくっていうような状態なんですよね、はい、で面白いのはやっぱこうちょっと崩れていく、まあ、日本経済株価が悪くなっていくというのは良くないですけれども、まあ、チャート的に面白いのはこういう展開かな。前回のこの2018年の12月に安値目指していくっていうような風に考えちゃうな。神谷さんどう思います？おそらく今日銀の総裁して黒田さんもこのチャートを見てですね、このライン割ったらあかんって言ってると思います。そうだろうね絶対割らせへんぞって言ってるでしょうね。でもそんなことばっかりしてていいんかな。ん？そんなことばっかりしててええんかな本当に。あ、日銀が ETF 買うこと、そうそう、是非について、そうそう、その辺の話はあんまり YouTube したらあかんなんですいやまあそうかそうか、まあ、そこら辺は置いといて、これ、あ、まだ公開されてないんかな、ね、一応言っておきますと、今年に入って日銀の ETF 買いで結構控えめなんですね、去年に比べたら、あ、言ってましたね、あの6兆円の予算から見たら全然控えめで、まだいっぱい玉が残ってるんで、まあ、こういう時のために来るんじゃないかなと思いますけどね。なるほど、じゃあこの日足の雲とか薄いところを無事にでいきましょうか。まあ黒田さんがこんなちゃんと分析をしてるかどうか分かんないですけどもまあまあ周りの人は言ってると思うんで、まあまあそう簡単には終わらせてこないとは思いますけどね。そうやね、うん、そういうことですね、おそらく。じゃあこの矢印の上げの方向でいきましょうこれは僕としては下行ってほしいなっていうふうに思ってます。まあ、ただヘッジファンド売ってますからね、ちょっとこの辺の駆け引きは出てくると思いますけどね。分かんないですね、まあ、下げたとしても一瞬でこういうふうに返ってくるかもしれないですけどね。うん、僕個人としてはこうでも、まあそういう日銀とかの方向性を考えるならばこういうふうに割らせへんようにするでしょうねっていうようなイメージです。でみんな思ったら割るんですよ。どっちやねんずっと言ってるけど、ね、そういう風なことも頭に入れて、まあ、どっちが正解やねん、最高振った方がええんちゃうかみたいなね、そういう風になってきますけれども、まあ、基本的には
上しかしした路線も考えておこうねっていうような感じですね。だ結局ヘッジファンドが決めていくとしたらみんなが下がる、あみんながここで日銀買って買い支えてくれて上がると思ってるんやったら売ってきますから、うん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 、っていうことです、うん、結局そこです。なるほどなるほど、うん、今回から、うん、まあ、僕もチャート分析もうちょっとちゃんとするとか言ってたんですけども、うん、ゆいちゃんと神尾さんの予想も言っていくとか言ってたんですけれどパーフェクトな見たけど、ニューヨークダウとは時間取るから僕らの尺がないんですよ。いやあるよ言ってほら俺も喋らへんからあゆいちゃんどうぞ、どうぞもう12 13分でしたね、ドル円やってくださいあドル円ね、うん、まずドル円ね、うんうん、まずまずこれで終わりやろあねこのユーロドルなんかはねほら前々回前々週ぐらい言ってた通りの展開になってますね、うん、こっから上げての今ショートで入ってったらまたチャンネルの上限あたりまで戻ってきたんで、うんショートで入っていったらいいような状態になってますよ。こういう感じでまた下に、まあ、下降トレンドをずっと継続してますから、うん、ここからですねショート打っていったら面白い、こうパンって抜けたらねもうロスカットしたらいいだけなんで、はい、っていうような局面に来ておりますということです。うん、これは予想通りの展開ですね、うんうん、でですねユーロ円なんかはですね見れんちょっとだけちょっとだけちょっとじゃあもう世界がもうすごく動いたの相場が今回はだからすごいよ。一応先週はドル円と日経平均絞ったらすごく反応上がってましたよ。え本当ですか、うん、じゃあ大衆はそっちを望んでたってことです。そうなんですか本当に細かいチャート分析を望んでたってことです。そうなんかなだって久しぶりの1万再生回いや違うたまたまやほらユーロ円なんかすごいチャンスよ今ね、ほら今もう抜けたからさどっちか言うと下に抜けたから、はい、ねこっからほんでしかも今戻ってきてるからさ、うんまあ、ちょっと細かくて見にくいだろうけど、うん、これね、はいはいはい、ちょっと戻ってるから、うん、ここら辺まで戻ったらブワーン打ったったよね。一番いい売りポイントですね。ねポイントですよ、うん、なかなかのチャンスですよ。ほらそこら辺になってきたら言ってほしいっていう声もあってね、どこにあったそういうチャンスの時は言ってほしいみたいな声もあった。それは確かにね、あったかもしれんけどそれは需要ありますね、はい、この値幅がもしかして取れるかもしれないっていうのはね、うん、大きな下降トレンド乗れるかもしれない、はい、まあこんくらいかもしれんけど大きいよ。それにしても10円ぐらい取れるから、うん、すごいよっていうような局面なので言いました。はい次、ドル円もね、はい、ちょっとやっていきましょうか。はい、ドル円なんかはですねこの矢印なんですけれども前回言ってたのがね、うんまあ、とりあえずここからも合ってますし、まあ良かったかなというふうに思います。的中ですね。予想以上の的中になっちゃいましたけれども一回ね上にパン振られたんですよ、うん、なんかちょっと入りにくかったかですけれども、うんまあ、ここからですね紫のラインを割っていた時にどんどん打ってけた人はですねすごく取れたんじゃないかなというふうに思いますね。3円幅ぐらい、まあ、こっからやったら3円幅かこっちからやったら2円幅ぐらいはいけたかなういうような感じなんでとても良かったんじゃないかなと思いますね。何千万稼いだんですか。いいえですねこっちを見ない目を合わせない。これがね結構ね、うん、そろそろ、ま、調整をしてもいいようなマックディになってるような気がしますね、はい、そうかえいやでも基本的には前回と一緒ですわ。うん、うんあのドル安に持っていきたいですしアメリカは、うんうん、そういうふうにもするで言ってますしもうすでに為替戦争始まってますし、はい、で安全資産としての円に流れるようなあの円を買いたいというようなふうに世界がなってきております、うん、なので円高ドル安方向っていうのを基本路線でやっていくのがいいと思いますね。だからここからですね超絶なもしかして100円割れとかいうふうねな路線も考えていかなあかん。このね、年初来の、うん2018年の3月とかのでここですねちょっと同じところで止まってますけど年初フラッシュクラッシュありましたよね、うん、ここに104円とかをですね割っていくような想定をしていった方が僕はいいと思います。お、まあ、急にじゃないその調整もつけながらやけど、うん、どっかで戻り打ったろうというような考え方がいいんじゃないかな。で目安になるのはこの緑のラインと僕は思ってますね。うん、うんでここでヒゲでも止まってるんですよねやっぱり、うん、でここでも意識されてるラインなんでこれをちょっと伸ばして
ってここまで戻ってきた時に打っていくとか、うんうんうん、この赤のラインもですね、何のラインかちょっと忘れたんですけども、割と効いてたりするんですよね。こうやって実体で止められてたら何のラインか忘れたのにそういうこともあるんですよ。まあこうやって遡っていったらどこで引いていいか分かるんですけどね、すぐにね、うんうん、で言うてもドル円は超絶な三角持ち合いを作ってたわけですよ、うん、で既に下に抜けたという事実を忘れなきようです。はい、はい、ここでぐちゃぐちゃっとしてますけれども、言うてもこれを抜けてる、このでかい持ち合いはね、うん、下に、じゃあドンと下に走る可能性はありますよということです。お、まあ、こんな行くと94円とか言ってるよね。えげつないけどね、こういう時代があったわけですからね、うん、確かに、まあ、可能性は全然あるというふうに考えたらいいと思います。まあ、一応ちょっとだけ裏話しておくと、日本の財務省とアメリカの財務省の間で、あの1年の最初に値幅って決められてるって、うん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 、そんなにはいかないはずです。あ、今年はいかない、あ、値幅このからここまでの間ってレンジ決められてて、うん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 、一応アメリカ政府と日本政府の間で、うん、97 100円割れとかは想定に入ってないはずなんで、うんうんうん、まあそこまではいかないかなと思いますけどね。うん、じゃあ、まあ、それをもう破棄したんやったらあれですけど、過去1回も破棄されたことはないので、うん、じゃあお話し合いとかでもそこまでめちゃくちゃなことはしない風になるんですかね。うん、またするでしょ、話し合い、うん、直接で。ああ、直接ね。だからトランプさんが何言うかにもよります。あの人はちょっと常識通じない人ですから。うん、そうやね、言うてたけど言うて、うん、知らんがな、知らんがな、わしは関係ないかな、100円より割っていった映画な、うん、こっちも大変やねん言うてはるかもしれない。なるほど、じゃあそこまで値幅はもしかしていかないかもしれないですけれども、依然として下方向、ショートのを入るところを探していこうぜっていう路線でいきましょうっていうことですね、うんうん、今じゃないと思います僕は、はい、このままダダダダダッと崩れていくっていうことはちょっと考えにくいかな今のところね、うんうんうん、これ週足ですけれども、うん、一回またも戻るような動きは見せると思います。はい、はい、あ、これも同じで、みんながショートだって言った時は逆ですからね。ツイッターとかでみんなショートだって言い出したら絶対逆です。じゃあもう一回上まで戻すかもしれないですね、うんうん、というようなことになるっていうことです。はい、次ね、ちょっとゴールドだけやっとくかな。え20分ですか。あのね、やっぱりね、うん、ゴールド逃避通貨としてのゴールが強い。この23、これね、7月19日書いたやつなんですけども、はい、この矢印は、うん、ちょっとね、慕われたんで、ここでまあロスカットなってるかもしれないですけれど、基本路線としてはもう全然正解でしたね、これね、うん、もういじってないですからね、この矢印ね、的中と。すごい、まあ、もうゴールドやんない言われてるから、もうあんまり言わないですけど。あ、次オイルもね、まあでも金はね、世界最大のヘッジワンドのブリッジウォーターのレイダリオのおっちゃんの言う通りになってますね。なってますね、やっぱり。やっぱりおっちゃんすごいな。おっちゃんの通り、おっちゃんの言う通りですわ。おじいちゃんけども、ね。おじいちゃん、おじいちゃん。うん。ね。うん、はい。という感じで、はい、まあパラジウムなんかもダブルド。言いたいんやね。シルバーなんかもガンガン上がってますしね。はい。うん。これ、あ、まあ言えば。亜鉛と銅と、うん、アルミニウムですけれども、どんどん下がってます。やっぱり工業的に使うものは世界、ね、経済の天の弱。何それ。こんだけに絞られって言ったら逆に入れたくなるから。いっぱいやれ言われたら絞りたくなるかもしれないということでね、もう世界経済がたくさん動いたんで、はい、たくさんチャートが動いたんで、うん、今日は やりたくなっちゃった。まあ、でも今回もうすぐ編集さん増えるんで、うんうん、もう別にいっぱい増えても動画終わっても公開できるようなので、ね、やってもいいんじゃないですか。分けてやろうか。分けてやったら。ゴールドとかやって全然再生回らないかったらもう考えるわ。さすがに考えるわ。というわけで、はい、今回も見ていただいてありがとうございます。はい。はい、次回はですね、うん、今週は世界が動いたからニュース的なことはいっぱいあるんですよ。うん、だからそれ言いたいんですけれども、うん、いつ公開になるか分からへんからちょっと少なめにやりますね。はい、うん、というわけで、じゃあこの1週間また世界はよく動きました。動きましたね。はい、その辺のニュース詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガとラインアットも登録お願いします。お願いいたします。ぜひいいねボタンもよろしくお願いします。皆さんのおかげで最近高評価すごく増えているんですけれども、もうちょっとね、あれば、はい、欲しいんで。はい、
はい、ぜひ男性の皆さん積極的に押してください。2回押してください。2回押したら消えるからガチガチお願いします。高評価増えると、髪の TV や YouTube などに広がっていくということですので、ぜひお願いしたいと思います。その動画好きな方にこの動画に関する詳しい説明も書いてありますので、特集の意味を込めてぜひ一度見てみてください、はい、それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。